認定無差別級チャンピオン、中森花子です。よろしくお願いします。見てこのジャージー、めっちゃかっこいい。はい、今日は第3弾ということで、私は結構 YouTube 見るのが好きで、特に好きな YouTuber さんがほぼ毎日動画を上げていて、私もできたら毎日上げれたらいいなとは思ってるんですけど、これ本当に怖い話なんですけど、最近この動画を撮り始めて、この前は特別版をやったりしてるんですけど、だからか私この動画を100均の入れ物を3段乗せて、その上に工事園を乗せて、そこに携帯を手掛けて動画を撮ってるんですけど、なんか動画スタートって押して喋り出して、私がそしたら勝手にオフになってしまうんですね。だからちょっとなかなか撮れないのと、ちょっと怖くなってしまったので控えたんですけど、今日は今のところ多分大丈夫そうなので、このまま撮っていきたいと思います。あ、そうだ、見てー、ステイホームマグカップ届きました。私もこれ自分で買っちゃいました。すごい可愛いので、これよく見るとボリショーさんのところにこれミンクがいるし、私の家もドクロがついてたりして、すごい可愛いので、これピアジェ通販で買うことができるので、ぜひみんなでお揃いでマグカップ持ちましょう。はい、ここで中森花子企画なんですけれども、この動画は全部実話を話してるんですけど、私は今まで本当にいろんなことがありすぎて、心霊だったり人怖は UFO、 宇宙人、パラレルワールドにも行ったことがありますし、何から話していいのかちょっと分かんなくなってしまって、私の記憶の引き出しがちょっと今ね、なんだ開かなくなってしまったので、こういう話が聞きたいっていうのを募集してます。で、採用、させていただいた方にはエンディングのクレジットで希望者のみ情報提供者としてお名前を入れさせていただきたいと思ってます。今回はツイッターでバーヤンさんが病院での出来事を話してくださいとリクエストいただいたので、今日は病院での出来事を話したいと思ってます。それではちょっと先にいただきます。それではお話ししていきたいと思います。私は約5年前膝の手術をしました。膝の半月板の切除手術で、全身麻酔だったんですけど、初めての手術で、手術の前日本当に怖くて、睡眠導入剤もらっても全然眠れなくて、全身麻酔だったのでちょっと軽い断食をしなければならなくて、夜の9時から朝の6時までもう何も食べちゃダメだし飲んでもダメと言われてたんですけど、そう夜中2時か3時ぐらいになった時にもうすごい喉乾いてしまって、特にコーラとシャンパンがどうしても飲みたくて、でもここで飲んでしまったら手術できないしとか思いながら、で私の
入院していた部屋は4人部屋だったんですけど、私以外に2人いて、ちょっとなんて説明していいかわかんないんですけど、私の隣からなんか明らかに炭酸系のペットボトル開ける音が聞こえて、ですごい美味しそうに飲む、もう飲む音も聞こえるし、もう多分みんな寝静まってるから、でなんかカーってすごい美味しそうに飲む音が聞こえてしまって、でもうすごいいいなって思いながら、でもよくよく考えたら、ちょっとこれなんて説明していいかわかんないんですけど、私の他の2人っていうのは、私の前の方の1番2番に入院してて、で3番のベッドは誰もいなかったはずなんですね。でも明らかにそっちから聞こえてきて、でもそれのその音がもうずっと聞こえてきて、もう私はもうそれ怖くなっちゃって、もう眠れないし、まあ結局もう一睡もできないまま当日を迎えてしまいました。で、まあ、すごい怖かったんですけど、まあ、全身麻酔なので点滴を打たれて、ちょっとしたら、まあ、眠くなってきたので、まあ、これで寝て起きたら手術終わってるって思いながら寝て、でパッと目が覚めたら、手術終わったって思ったら、なんか自分が宙に浮いてるような気がして、でよく見たら私は天井の方にいて、天井から手術を受けてる私を見下ろしてたんですね。そう、膝の方を、なんだろう、とにかく手術を受けてる姿を私は見てしまって、で何かで見た時に、なんか怖い話かな、なんかわかんないけど、見た時、聞いたんですけど、その幽体離脱をして、自分にその魂みたいなのが戻ることができなかったら死んでしまうっていうのをふと思い出して、私戻らなきゃと思って、もう何とかして自分の体の方に行きたいのに、すごい力で、なんか行けないようにされてしまって、で、どうしようどうしようって思いながら、パッと目が覚めたら、自分のその入院してる泊まってた部屋のベッドの上にいて、まあ、無事終わりましたっていうふうに言われて、あれは絶対幽体離脱をしてしまったなって思いました。で、1週間ぐらい、まあ、それから入院してリハビリをすることになったんですけど、私が入院した病院っていうのがスポーツ整形外科があって、で特に膝の手術を主に行っていて、もうすぐスポーツに復帰できるように、もうリハビリ室もなんかゴールドジム並みにいろんな器具が揃ってて、でその先生もすごいスパルタで、痛いのになんか冷やしながら無理やり動かすようなこととかやったりしてて、もう本当にそう痛くて憂鬱だったんですけど、まあだんだん動けるようになってきて、で次は階段の上り下りをしましょうって言われて、裏のちょっと薄暗い階段の方に行って、10往復したら、リハビリ室に戻ってきてくださいって言われて、私登るのはなんとかできたんですけど、下るのが本当に痛くて、もう手すりを使ってもうゆっくり降りることしかできなくて、まあゆっくりリハビリをしてたんですけど、登り終えて、じゃあ今から頑張って下っていこうって思ったら、下の方に中学生ぐらいの女の子がなんか結構苦しそうに咳をしながら、上がってきてて、でパタって倒れてしまって、で大丈夫ですかって上から声かけても、なんか全然動かなくて、もうこれはダメだと思って、私でもすぐ行きたいけど行けない、膝痛いし、で結構大きい声で「誰かいませんか？」って言ったんですけど、裏の階段だったのでめったに人が来なくて、でも仕方ないからもうゆっくり
もう声出しながら、もう大丈夫大丈夫って言いながら駆け寄って、で肩をトントンって触ったら、その女の子が消えてしまったんです。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。もしこの動画がいいな、怖かったなと思っていただけたら、ぜひピアジェの、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。また撮るので見てください。